こんにちは、今日は前回の動画の続きになります。前回長編みで円を 1,2,3,4,5 段目まで編みました。今日は、ここ5段目に印をつけて6段目から10段目まで編んでみようと思います。はい、では早速編んでいこうと思います。6段目はまず立ち上がりに鎖編みを3回。ここはどの段も同じです。立ち上がりは鎖3回をして、6段目は根元の次の目に増し目をします。長編みを2回編みます。まずは1回、そしてもう1回。根元の次の目に長編みが2回入りました。そしたら次の目からは、長編み1回というのを 1,2,3,4 回、そして増し目 1,1,1,1 増し目と繰り返します。長編みを4回まずは編んでいきます。1回そして隣の目に1回、そしてまた隣の目に1回、そしてその隣にも長編みを1回、1を4回編みました。1111ですね。1を4回、そして次の目で増し目、長編みを2回編みます。編めました。そして残りの目もさっきと同じようにですね、1を4回増し目、1を4回増し目と繰り返して最後の目まで編んでいきます。6段目を最後の目まで編みました。最後は増し目111と3回目の1で終わっていると思います。そして最後まで編んだら立ち上がりの3目目に引き抜いて6段目が完成です。6段目を編み終えた時の目の数は90目になっています。そして続いて7段目、7段目も鎖3回で立ち上がって、まず根元の次の目に長編みを1、その次も1、その次も1、1、1、1と編んで増し目をします。根元の次の目、1、次の目にも1、次の目にも1。ここまで編んだら次の目が増し目。ここまで編めました。立ち上がりを編んで長編み1を3回、そして増し目で、その次からは1を5回増し目を繰り返します。 1,2,3,4,5 個編んで増し目、5個編んで増し目というのを最後の目まで繰り返します。7段目を最後の目まで編んできました。ここが増し目で、最後が1回目の長編み1で終わっていると思います。そして立ち上がりの3目目に引き抜いて7段目の完成になります。7段目をすべて編み終えた時の目の数は105目になっていると思います。そして続いては8段目。8段目はまず立ち上がりを編んだら、根元の次の目に長編みを1回編みます。そして次の目で増し目をします。もう一回ここに入れて増し目をしたら、次の目からは
1を6回増し目というのを繰り返します。 1,2,3,4,5,6 ここまで編んだら増し目、6回増し目、6回増し目という風に最後のこの目まで編んでいきます。最初だけは立ち上がりを編んで、根元の次の目に長編み1回、その次は長編みを2回編んでいます。8段目を最後の目まで編んできました。増し目がここですね。ここに増し目があって、1、1、1、1と4回目の1で終わっています。そして最後に立ち上がりの3目目に引き抜いて8段目ができました。8段目をすべて編み終えた時の目の数は120目になっています。続いて9段目を編んでいきます。9段目は立ち上がりを編んだら、まず根元の次の目から1を5回そして増し目というふうに編みます。最初だけは根元の次の目から1回目、3回目、4回目、5回目、そして5回編んだらここで増し目。最初だけ根元の次の目から1を5回増し目と編みました。そして次の目からはすべて1を7回増し目、1を7回増し目というのを繰り返します。ぐるーっと最後の目まで、ちょっと周がだんだん長くなってきましたけど、ぐるーっと1を7回増し目というのを繰り返して編んでいきます。9段目を最後の目まで編んできました。9段目の最後はここが増し目で、1回目の1で終わっていると思います。そして3目目に引き抜いて9段目が完成です。9段目を最後まで編むと135目になると思います。最後、10段目を編んでいこうと思います。残りこんな感じ、ギリギリ足りるかなっていう感じなので、このまま、立ち上がりを編んで、まず根元ですね、最後ここに引き抜いて終わったところの根元、ここに長編みを1回編みます。根元に1回編みました。そしてこの次の目からはすべて1を8回増し目、1を8回増し目と繰り返します。1,2,3,4,5,6,7,8 この目まで1回ずつ、そして次の目が増し目、そしてここからまた8回増し目、8回増し目というふうに最後まで繰り返して、この目まで編んでいきます。最後の10段目を編んできました。この目が1を8回の最後の8回目の1で終わっていると思います。そして立ち上がりの3目目に引き抜いて10段目の完成です。10段目を最後まで編んだ時の目の数は150目になっています。全体を見てみるとこんな感じで結構大きくなりました。100均のアクリル毛糸もこれだけしか編まなくてギリギリっていう感じでした。そしてコメントであったように、太い糸で編んで座布団とかでもいいんじゃないかなと思うので、良さそうな糸を見つけたら2枚編んで、で周りを閉じて座布団も作ってみたいなというふうに思っています。あと別の方のコメントでいいなと思ったのが空き容器ですね。丸底の空き容器の底の大きさに合わせて編んで、立ち上がりを増し目なしで編んでいって、ペン立てにするというようなアイディアも、コメントで見たんですけど、それもすごくいいなと思いました。本当に何でもない空き容器でも、こう自分の好きな毛糸とか好きな色で編んで、こうカバーのようにして使えば、とてもお気に入りのペン立てっていう感じになると思うので、ぜひ
丸底の空き容器があるという方はやってみるといいと思います。あとはアクリル毛糸でエコたわしを練習も兼ねて編みますという方もいらっしゃいました。一石二鳥ですごくいいなと思いましたし、あとはですね、細い糸で、ちっちゃな丸を編んでボタン目とあと余り糸をこうちょっとつけただけなんですけど、こういうのも可愛い顔のなんていうんだろうモチーフになると思うので、作品のアクセントとかに使えそうだと思うので簡単だしおすすめです。例えばお子さんのバッグに、アクセントにつけたりとか、なんだろうな、敷物とかにつけてもすごく可愛らしくなるんじゃないかなと思います。あとはですね、ファスナー付けもしできる人がいれば、こういう丸いのを2枚編んで、ファスナー以外の部分だけを、引き抜き編みとかで閉じていって、でこういうファスナーをつければ簡単な可愛いポーチになると思うので、ちょっと貴重品はね怖いと思うんですけど、ちょっとしたお菓子とかを入れるのにいいんじゃないでしょうか。いろいろ、アレンジできると思うので、ぜひ編んでみてください。そして次回はどんぐり帽子の大人用がようやくできたので、それをやりたいと思います。これは子供用の以前紹介した表なんですけど、11段目までは全く同じ編み方になっているので、大人バージョンは12段目からの編み方をやっていこうと思っています。使用したのはケイト・ザ・カストアーズさんのコットンパーティーという糸を2玉使用しました。そしてかぎ針は6号ではなく7号を使っています。また次回の動画で詳しく説明しようと思います。また前半の動画と同様に、今回の動画の概要欄のところにもどういう風に編んだというのを書いておくので、よかったら参考にしてください。今日は以上になります。ありがとうございました。